中国の独立系人口問題専門家の川福氏は11日自身の wechat アカウントで中国は今人口のマイナス成長に入っている可能性があると警告するコメントを投稿しました同氏は政府のデータによると今年の出生人口は950万人から1050万人の間になるが 死亡人口も1000万人を超えると推定され、中国の人口がマイナス成長に陥る可能性があると書きました。歌詞は人口や出生率の問題を長年にわたって研究してきたベテランの人口統計学者であり、多数の新聞や雑誌に人口関連の記事を数百回も掲載しています。同氏によると、中国各地の政府が発表した最近のデータでは、 今年の出生数は急激に減少していることが分かりました。例えば、安記商法は9月、安記省の今年の出生人口は17.8%減少し、三島省、特州市の出生人口も今年1月から9月までの間に前年同期比で17.9%減少しました。高所省大衆市で 今年1月から8月までの新生児数が前年同期比で43.4%減少した可能性があります最近複数の専門家が中国の人口問題を警告していますジェフリーズグループのアナリストは8月2021年の中国の出生人口は少なくとも1950年以来の最低水準に落ち込む可能性があると書きました アメリカの経済学者であるハリー・ S ・デント・ジュニア氏も著書の中で、中国社会は人口激減の危機に直面しており、人口のマイナス成長は、債務や不動産バブルの崩壊が加速させる根本原因であり、北京政府の過激な人口政策によって、経済問題が悪化すると予測しています。